こんにちは、元男の子の青木かのんです。今日はですね、何でしょうこれ。いや、これちょっと見覚えありますね。なんで笑ってるんですか。ちょっとやめてくださいよ。実はですね、タイトルにもあるんですけども、なんと私こちらの東京都の品川区にある超一流大学立正大学さんの先生になりました。青木はここに来て一体何をするのかっていうことなんですけども、見ての通りですね、私元男性ということで、今日はですね LGBT の授業をこの立正大学さんでさせていただくということで今日はお呼ばれしました。なので今日は一日、元男の子の青木かのんが大学の先生になったっていうことで、その一日をお届けします。一日体験する前に大学の中を職員の山田さんに案内していただきます。お願いします。どうも青木先生。青木先生、こちらです。よろしくお願いします。お願いします。青木先生って言われちゃった。先生も大変ですよね。そうですね、威厳を保たないといけないから、生徒に舐められないようにちょっと強気でいきますよ今日。よろしくお願いします。お願いします。まだちょっと工事が終わってないんですけど。すごい綺麗。めちゃめちゃ綺麗じゃないですか。まだ授業もしてないので。授業第1号ですかね。第1号、はい、聞きました。私立正大学の先生第1号ですよ。新校舎になって、なんかホテルみたいな感じですよね。パッと見た感じそんな感じに、お高級ホテルみたいな。今から私が立つ教壇に行きます。私先生本当しちゃっていいですか。大学中退人間ですけど私大丈夫ですか。すいませんね、ツッコミしづらいことを言っちゃって。あ、すごい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 教室だ。青木先生、授業お願いします。青木先生、こんにちは。あ、こんにちは。現場授業わかんなかったんですか。あー、そしたらじゃあ後でゼミ室に。あ、はい、わかりました。はーい。先生、今日はリポートです。あー、ありがとう。はい、お疲れ様です。今後、まさに機会があるよ。はい、はい、はい。今後、はい、え、もしかしてあれですか、副学長とかそういう感じですか。いや、まあ、また先生を本日だけではなく、本当のそのリアルなしていただくってことも。ちょっとそれはもう私結果残さないと今日やばいな。海外の大学のものをイメージしてるような形で、学生さんがここに座って上に投影してっていうような。あ、あれ、あの白い壁が、あれが、ね、モニプロジェクターをここから投影してみたいな。この壁に、ね、すごい。学食の方に青木先生お連れしたいと思います。あ、はい。学食、なんかちなみに学食で人気メニューとかってあるんですか。はい、今回新しく食べた校舎でして、まだ、学生さんが、はい、利用していない。あ、なるほど。唐揚げ丼とかカツカレーとかあります。おお、最高じゃないですか。もうそれあればもう何でもいいじゃないですか。これが学食なんですね。はい、すごい。めっちゃおしゃれじゃないですか。こんな感じになってます。今日閉まってるそうなんですけども、次回私をまた講義呼んだらここに案内していただけるっていうことで、カツカレー旅に行きたいんで、また次回呼んでください先生として。よろしくお願いします。めちゃめちゃおしゃれじゃないですか。おすすめメニューがこちらなんですけど、ベトナム発祥のサンドイッチ。はいはい。あ、チュロスもある。青木先生ここに混じってたら大学生に見えます。バッチリ見ます。本当ですか。今の間なんですか。え、肉団子さんどうですか。私大学生に見えます。見えます見えます。見えます。はい、本当ですか。はい、見えます。失礼します。お疲れ様です。青木先生、今何されてますか。今日の授業のレジュメを作ってます。あ、お疲れ様です。お疲れ様です。授業どうですか。今一応一通り終わってレポート提出が終わったので、今から職員室でちょっとまとめます。わかりました。お疲れ様です。お疲れ様です。失礼します。
え、私と同い年の人もいますか？27、8。あ、います。よく広報課で相談をしてくれる学生さんが。ああ、そうなんですね。あれか、コミュニケーションラウンジ、こんな感じになってます。自分ばっか映っちゃって。完璧にもういつもなんかラフな感じやってもいい。あ、全然全然、もういつもラフな。なんか堅苦しくなる方がいい。はい、もう分かった。司会もあんまり堅苦しくならないように。ああ、わかります。いただくので。託します。はい、頑張ります。14時40分より、司会の挨拶。株式会社ウーム所属、元男の子系動画クリエイターの青木かのんさんです。よろしくお願いいたしま す。青木さんはほのぼのとした日常動画から視聴者の悩みに応える動画まで幅広く作られています。また音楽活動をされていたり、元男の子として初の女子アナウンサーとしてテレビ番組に抜擢されたりと、さまざまな場で活躍されています。2人目、3人目は必勝生のイナさん、ヒロさんです。よろしくお願いします。では早速ですが、トークに進めさせていただきます、はい、最初のテーマはポジティブな体験談についてです。マイノリティであることで良かったと感じた体験談がございましたら伺いたいと思います。まず最初に青木様に伺ってもよろしいですか？お願いします。その初対面と会った人とかにこう自分は元男の子なんだよって言うと、すごいその相手から興味持ってもらえるというきっかけになるので、 LGBTQ 以外の方と比べたら1回目のアクションが取りやすいっていうのがすごい武器かなと思ってて、それがいいことだなと思います。男の子ってパワーワード、はい、パワーワード、そうですね。やっぱ、はいみたいな話しやすくなるんですよ、空気感が。それがいいなと思って。次に稲さん、いかがですか？はい、私は、今大学で社会学を専攻しています。社会学っていうのは社会っていうものに注目していく学問なので、まあ、社会の中で当たり前と言われているものを疑うことができる人ほどより興味を持って楽しく学べる学問じゃないかなと思っています。例えば自分がまあ女性として扱われていく中で、なんでだろうって思うことが多ければ多いほど、社会のジェンダー感とかセクシュアリティとかそういうものに対してもなんでだろうって思えば、それは学業をやっていく上でなんかより楽しく面白く学んでいけると思うので、 LGBTQ に限らずマイノリティで良かったなって思うのは社会学が楽しいことです。すごい、なんか模範的な回答ですね。どうしよう、すいません。あ、じゃあ、青木先生って言ってもらえますか？そうです、そうです、そうです、そうです。この資料が、青木先生、はい、本日ありがとうございます。え、何ですかこれ？お手紙書かせていただきました。 ありがとうございます。青木先生、あ、先生ですもんね。ありがとうございます。ありがとうございます。読んでいいですか、後で。そしたら、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。先生、今日はありがとうございました。お疲れ様でした。あ、全然全然、また私でよければ生徒に授業しますんで、よろしくお願いします。先生、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、ということで今回ですね、立正大学さんでゲストスピーカーということで、お呼ばれしました。なんかあんまりこういうことは経験なかったんで本当にドキドキしたんですけども、すごいいい経験になって、またこういう機会がありましたらぜひ立正大学さんお願いします。青木かのんを使ってやってください、お願いします。ということで、青木かのんが大学の先生一日体験をこの辺で終わりにしたいと思います。今回の動画が少しでも楽しいって思ってくださった方はグッドボタン、チャンネル登録、評価お願いします。 Twitter、Instagram、LINE 公式アカウントもありますので、画面の下からフォローお願いします。また次の動画でお会いしましょう。